谷萩中尾8月9日から1949年7月8日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将、茨城県生まれ。1914年3月、茨城県立ミッド中学校を経て、1917年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少位に任官し不評第15連帯付けとなる。 1919年4月から1920年12月まで、シベリア出兵に従軍。1927年12月、陸軍大学校を卒業し、不評第15、連隊中隊長に就任。1929年3月、教育総監物家勤務となり、第19師団参謀を経て、陸軍技術本物付兼軍事調査委員に就任。 1932年8月、不評調査に昇進。1933年5月、参謀本部付けに転じ、関東軍司令部付け、参謀本部付け、市が中東軍司令部付けを歴任。1937年8月、不評中佐に進級し、同月、北品方面軍司令部付けに移動。1938年5月、北品方面軍特務部付けに転じ。 第一軍司令部付に移動。1939年3月、不評大佐に昇進し、中品派遣軍参謀となり日中戦争に出生。同年9月、品派遣軍司令部付に移動。太平洋戦争開戦後は1942年3月に、陸軍兵器本部付に就任。1943年3月、陸軍少将に進んだ。同年10月、 第15独立守備隊長に転じきたスマトラのシュボルが、で守備に従事。さらに独立混成第25旅団長に移動。1944年10月には、第25軍参謀長に就任した。第二次世界大戦後 BC 級戦犯に指名され、スマトラ島の目段で軽視した。ありがとうございます。